ここは JR 北海道の釧路駅です。特急列車大空号の終着駅にもなっているこの駅は、国鉄時代から使われているレトロな駅舎を楽しむことができます。しかしこの駅舎も今後高架化されることが検討されており、近い将来なくなってしまうかもしれません。ということで今回は少し寂しいターミナル駅釧路駅の中の様子を皆様に紹介していきたいと思います。今回もよろしくお願いします。こちらが釧路駅の外観、茶色い塗装をした駅舎、そして赤色の駅名の看板、これはまさに国鉄時代の駅舎のデザインといったところです。駅前にはタクシー用のロータリーがありまして、そして僕の後ろ側にはバスのロータリーもあります。駅前はコロナの影響もあって少し閑散としておりました。夜になるとこの赤色の駅名の看板がライトに照らされて、少し幻想的な風景を見ることができます。撮影した時は2月だったということで、イルミネーションなんかも設置されていました。このような昔懐かしい赤色の駅名の看板も高架化によって見られなくなってしまうものかと思います。早速駅舎に入っていきます。入ってすぐ右手にあるこのシャッターは、こちらも昔の栄えていた頃の釧路駅を思い出させるような施設です。こちらは2004年まで地下にあった釧路ステーションデパートの入り口があったところです。こちらのシャッターの先に階段が設置されていました。飲食店や衣料品店などが軒を連ねておりましたが、利用客の低迷でなくなってしまいました。ここら辺は特に再活用されることはなく、このような不自然な壁になっています。奥の方は喫煙室として活用されていました。そして今撮っている後ろ側に扉がありまして、その先に階段があるんですけども、2階以降は貸しスペースとなっておりまして、現在は入ることはできません。そしてこの先、連絡通路が改札の方まで続いています。右手手前側にラーメン屋さんがありまして、その隣に待合室が設置されています。左側はもう営業時間は終了してしまっておりますが、金券ショップがあります。そして右手にはコインロッカーが設置をされています。先ほどの喫煙室のところにも設置をされているので、たくさんあって非常に便利だなと思います。そしてその隣、こちらの蕎麦屋さんは撮影をした数日後にコロナウイルスの影響で閉店になってしまいました。向かいのパン屋さんはまだやっています。右側の店舗は並んでコロナウイルスの影響を受けておりまして、こちらのおにぎり屋さんもですね、時短営業という形になっておりました。この隣には喫茶店があるんですけども、こちらもコロナウイルスの影響でしょうか、早めに店を閉めてしまったようです。そしてその隣は北海道の駅ではおなじみ色彩館、お土産屋さんですね。そしてその向かい側にセブンイレブンがあります。昔は色彩館のところにセブンイレブンがありまして、今のセブンイレブンの位置には先ほども説明しました釧路ステーションデパートへの入り口と待合室が設置されていました。地元の水産加工品の売っているショップがありまして、そしてその隣に改札があります。入り口は2つ大きなものがあるんですけども、改札は1つしかありません。そしてこちらのツインクルプラザも現在はなくなっています。左側の釧路市観光案内所と書かれていたところにも、昔釧路ステーションデパートへ続く階段がありました。この駅には緑の窓口もしっかり設置をされていますが、いつまで残るかはちょっと分かりません。一旦駅の外に出まして、先ほどから説明している釧路ステーションデパートのこの名残というのが、実は駅の外のこちら北側へ結ぶ地下通路の中にもあるということで、そちらを見に行きたいと思います。釧路駅は南側にしか駅舎というのはありませんので、こちらの地下通路によって北側と結ばれています。そして見えてきました、この謎のスロープと入り口らしきもの、こちらがまさに先ほど言った釧路ステーションデパートの地下通路からの入り口です。今ではこの階段も左側のスロープも意味をなさないものになっています。当時の画像は動画では使うことはできませんが、調べてみると出てくるので、ぜひそちらも確認してみてほしいです。カメラからはちょっと見づらいですけども、この黒色の看板のあったところにかすかに釧路ステーションデパートと書かれている跡を発見しました。この入り口は現在はこのように白い壁で塞がれています。これも謎だもん。というわけで今回は釧路駅の改札の外について紹介していきました。次回は改札の中に入ってレトロなホーム、そしてこの釧路地区で活躍をする車両たちを見ていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。